あの木村さん、今日はですね、はい、木村さんは文化観光大使でもあるんですよね、はい、ご存知でございまして恐縮です。じゃあもちろん知ってます。名刺も頂戴してますし、あっちこっちで配ってもう宣伝してますよ。あ、そうですか。京都京都言って、インスタももう京都のご飯やら風景やら載せさせてもらって、僕が京都人アピールするともう、ほんまかいなみたいな顔されるんですけどね。やらせていただきます。それでね、はい、まあ、今ねコロナ禍っていうことでもう海外からもちろんですし、まあ、国内の旅行でもいろいろ制約がありますよ ね、 だからそうオンラインの便利さも分かってるんですけど、実はそういうのがあればあるほどね、こう本間物にですね五感で触れてみたいと、いうことになるんじゃないかというと、やっぱり本間物に触れるっていうことの、やっぱり本間物の強みがあるのは、まあ、京都やかなというふうに思ってます。そうですね、私としてはぜひですねそれを、はい、全国はもちろん海外にももっともっと知ってもらいたいということなんですが、実は吉本さんにはですね、はい、京都の文化観光大使31人になってもらっているんです。31人。いや日頃からですねこう PR 務めてもらってるんですが、ここはですねキム兄からですね、はい、一つその葉っぱを後輩の方にかけていただいて、はい、でもっともっとこう一段こうギアを上げてですね、うん、PR に務めていただきたいと。そんな依頼を知事から受けて断るわけには参りませんので、いやもう京都の出身の芸人がめちゃめちゃ増えてますからね、でまた見てらっしゃる方 もう認識がやっぱり上がってきてますね、そういう意味でもさらにギアを入れましょう、やっぱりねご当地をねよく分かってる方を、はい、しかもそういうね、そうですね、お笑いの視点とか視聴者のことを考えた視点を持ってる方に PR してもらった方が効果あると思ってますんで、はい、ぜひちょっと強めに葉っぱをかけてもらって、やりましょう。よろしくお願いいたします。やりましょう、はい、では早速京都をもっと盛り上げるためにですね、観光大使の吉本の芸人たちにね電話をかけてみたいと思いますが。おはようございます。もしもし。はいはい、もしもし。じゃあ突っ込むまで何秒か。もしもし。もしもし。もしもし。はい。ちょっとぼーっとしてた。ぼーっとじゃないですよ、ちょっとごめんごめん、今パウス師匠横におられた。ちょっと状況を考えてごめん、お前が考えてて電話出ろや、その位置を考えて。おいでや曽我君でございますが、どうも。あなたはその京都のね文化観光大使に任命されてるんですよ。あ、もちろんです。意識はあるんですか。もちろんですよ、そのツイッターにも就任した時から、就任しましたとつけてますんで。ほんま？なんか活動はしてへんとか言って豪語してたとか言って。活動してないって豪語したんじゃなくて、袖関係の仕事に全く呼ばれへんからぼやいてただけです。あ、そう。まあでもあれか、そうやっていろいろツイッターとかに貼ってんやったらね。はいはい。ここにおいでやすの名刺もあるさかいに。ありがとうございます。でお前あれ、おいでやすとおこしやすの違いわかんの？それは一応はいろいろ諸説あるんですけど、なんか一応は調べましたね、つけた時に。言うて。お店屋さんで一元、地元の常連さんにはおいでやすって言って、なんか遠方から山を越えて来られる大事なお客さんにはお越しやすみたいな。なるほどなるほど。っていうのは聞きましたけど。あ、俺もそう聞いた。うん。ほんで、あれ、お姉さん元気？ベースのうまいお姉さん。4ヶ月の近くのライブハウスで。バーでね。そうやね。働いてて。いやだから、それな、おだな。はいはい。その京都市の話やけど、やっぱりその楽器を弾かせてもらえるライブハウスとかがあるっていうのもいいよね、やっぱりね。音楽の一面があるよね、京都は。あ、それは馴染んでる。学生の街ですから ね、学生のバンドとかも多いんで。ライブハウスもいっぱいあるし、タクタクとか、ね、俺も出たけどね、若い時。ええー、
あのねの姉さんもいはったし、川島英子さんやらもよう来てはったわ。すごいメンバー。やっぱ出身がね、ようさん、岡林信康さんとかね、フォークのね、はい、京都ですからね。ミュージシャンの方も芸人さんも多いですもんね、うん、だって。そうそう、芸人もだから観光大使多いねんけど、小田としてはなんか、はい、うん、ここをねちょっと進めたいみたいなところがあるか。南禅寺、南禅寺の湯豆腐で、その庭が本当に秋はもう抜群に綺麗で、うんうん、その庭を見ながら建物を、さすが M1 チャンピオン。いや、なってないね。あ、そっか。ごめん。ほんまもんの京都人が勧める、ほんまもんの京都ね。お前、ほんまもん小田にしたらどう？この電話聞いてないと意味わかんないですよ。あ、そう、ほんまもんだですって言っても、おいおい説明するわけにいかんのかいな、それ。なんか出たしかなくなるやろ、それ。あ、そう、わかりました。いろいろ失礼なこと申し上げましたが、どうでもない、こちらこそ。一緒に頑張っていきましょうね。改めて小田君、ちょっと一人で、はい、京都の文化観光大使としてこうやっていくんやっていう気持ちを聞かせてください。こうやっていくんや、京都は俺が盛り上げるんや。あ、素晴らしい、ありがとうございました。いやじゃあ、ほんまもん小田ということで。いやおいでやっとね。ありがとうね。いやこちらこそありがとうございます。頑張りましょうね。はい、頑張りましょう。じゃあね、カウス師匠によろしく。ありがとうございました。はい。はい。言うてね、言うてましたわ。もしもし。あ、おはようございます。お名前をどうぞ。あ、シャバネギです。はいはいはい、どうも、元気やね。うん、まああれよ、京都の文化観光大使ですよ。ありがとうございます。僕もやらせていただいて。そう、京都の宣伝してくれてる？僕ね、4、5年前なんですよ、京都マラソンに出させていただいたんですよ。はいはいはい、はい、うん、で、その時に、うん、京都のマラソンしながらいろんなとこでギャグを作るっていうのを。へえ。うん、今何時、みんな何っていうギャグを作ったりとか。ええやんか。でも寺めちゃめちゃ多いから、どこでも字つくで。寺だらけやねんか、だらけ言って、お前。あと他なんか、それがハマった。ほんで、はい、で、あの最後コースがね、市役所の方に行くんですよ。それまで鴨川通るんですよ、うん、はいはいはい。でその時に内川署とか鴨川っていうギャグも作ったんですよ。ええやんか、受けた。あの受けはしなかったんですけど。あ、そう。他はな、京都で他のなんかええ場所ってある？あ、京都ですか。京都、僕どっちかというと、あの実家の南の方で宇治とか。ええやんか、宇治。ええやんか。あ、はい、いいですよ、はい、宇治。ええな、宇治川ラインとかもええよね。じゃあ、八木くん、最後にその京都文化観光大使として頑張るぞという意気込みを聞かせてください。わかりました。はい、京都観光大使になれて嬉しいだけ。そして京都に迫れた拍手。京都関係ないやんか、椎茸は。まああるけど。2個目何言うたもんで。なんか地名も出てけへんしさ。どうしたん？今度頼むわ。あの、すいません、みんなで全て出し切ってしまったんですよ。鴨川とね。すいません、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとう、失礼します。はい、名前出てましたけど、音から入んのかな。おはようございます。うわー。おはよう。あ、
いやもうギターから入んのかなと思って。おー、はい、松浦慎也くんでございます。よろしくお願いします。お願いします。なんか新喜劇見ててもやっぱギターのその腕というか、まあその作曲力というか、なんかすごいね、ほんま毎回毎回。 ありがとうございます。松浦は京都のどこなの？京都のですね、あの映画村の近くで生まれまして。そうなんや。はい、京都なんですよ。やっぱりその映画村の近くやったらもうほんまもんやけどやね。ほんま映画発祥の地でもあるわけですからね、うずまさは。そうですね、だからの、ね、カバタ行進曲とか見てたら、うんうん、家の近所こう松坂慶子さんが歩いてたり。うわすごい。いや俺もドライブしてたら、あの刀刺した中村モンドの藤田誠さん藪から出てきたりね。そうですよ、ほんまですか。うん、それは、うん、置いといてね、うん、あの京都のなんかどっかおすすめのとこ紹介してよ。あ、わかりました。じゃあですね、うん、ちょっとせっかくなんであの歌作ってきたんですよ。素晴らしい。はい、お願いします。これと僕の京都のおすすめというか、はい、あるあるというかね。はい、お願いします。はい、いきます。いい、かっこいい。スケさん、カクさん、あと二次王女はあのみんな知ってる。あ、みんな知ってます。うん、みんな知ってる。持ちだけ。すみませんでした。いえいえ、ありがとう、ありがとう。でも実際さ、松浦さ、はい、ギャグも全然入ってねえけど、そういう地元の風景出てくるような、もうそれいっぱい名所出てくるだけでもええやんか、歌にしてさ。あの横浜にはクレイジーケンバンドがあるやろ。はい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 。湘南にはサザンオールスターズがいるやろ。はい。京都にはこれ松浦と、うわ、俺で行こうよこれ。ちょっと、マジですか。うん、渋めの歌でさ。うわ、やっぱちょっと京都やったらブルースとかそういうのがね。いいね。いいですね。うん、はい、よろしくお願いします。ほんで最後にさ、じゃあこれからも頑張るぞという意気込みを聞かせてください。わかりました。はい、そう、僕が京都を盛り上げない確率は、うん、ゼロ。ありがとう。頑張ります。はい、ありがとう、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまたね。はい、ありがとうございます。はい、いやー素晴らしかったですね。でも今言ってたようなことが実現していけば面白いかなと思いました。というわけでこれからも文化観光大使の芸人と京都をさらに盛り上げてまいります。頑張ります。